パンチを受けに順調に白星を重ねる。この12戦11勝1敗6つの KO 勝ちを含みます石井幸三です。終了です。石井が第5ラウンド KO 勝ち。 KO タイム5ラウンド1分12秒。強烈な右ストレートから返え、最後は右手で王チャンリュンをキャンバスに刻まさせました。最終目標は世界チャンピオンなんですけど、まだまだもっとキャリアを積んでもっといい試合を、みんな喜んでもらえる試合を見せれたらなと思います。